バイリンゴウェブマガジン DigTokyoCinema and Theater21 映画 Once Upon a Time in h y w o o d の監督クエンティン・タランティーノへのインタビューを振り返って1憧れのタランティーノ監督僕がティーネイジャーであった頃同世代の友人の多くは決まって自分の部屋に クエンティン・タランティーノ監督の代表作であるパルプフィクションのポスターを貼っていました。世界地図のポスターを壁に飾っていた僕からすると、ベッドの上でうつ伏せ状態のユマサーマンが片手にタバコを持った、通俗的な読み物を意味するパルプフィクション小説をイメージしたデザインのそのポスターは、クールキッズ、生かした子供の象徴でした。90年代のアメリカ合衆国、 とりわけ、毎日変わり映えのない退屈な生活が特徴の大都市郊外に育った僕のような青年にとっては、タランティーノ監督の映画はとても衝撃的でした。平凡な日常のシーンの中に突如現れる目を見張るようなバイオレンス。感傷的ではなくスリリングなノスタルジー。ノンリニア、非直線的な物語構造。実験的なインディー精神。 そんな作風が特徴のタランティーノ監督はクールの代名詞的な存在となり、学校の男友達の間ではパルプフィクションのセリフを引用するのが流行しました。僕が UCLA で大学生活を始めたばかりの2003年の秋にはキルビルボリューム1がリリースされました。公開後すぐに校舎に隣接している学生街ウェストウッドの映画館でこの作品を鑑賞し、 そのワクワク感はなかなか収まらなかったことを今でもはっきり覚えています。武道映画や侍映画、ブラックスプロイテーション、マカロニウェスターン、日本のアニメのスタイルなど様々なテクニックによって描かれたシーンはこれまでのジャンルの枠を無視しており、それがとても印象的でした。タランティーノ監督は期待の映画マニアとしても知られており、どの作品にも映画論や 映画史というものについての学びがあるのも魅力の一つです。実は、1969年のハリウッドを舞台にしたタランティーノ監督の新作の Once Upon a Time in Hollywood には、ウェストウッドやその付近の主要道路、ウィルシャーブレバードを舞台にしたシーンがいくつもあります。しかもタランティーノ監督は CG を利用して1969年の LA を作り出したのではなく、 実際の店に当時をイメージしたデザインの看板に変えてもらったり、ヴィンテージ車を2000台以上使用したりするなどして、細部までにこだわった演出をすることで、その時代を蘇らせています。今回は憧れのタランティーノ監督が僕にとっても特別な意味を持つハリウッドという街を題材にした最新作のプロモーションで来日することが決まり、 世界発信 SNS 英語術でインタビューすることが確定したとき、僕の内心には、キルビルのメインテーマに使用されたホテイトモヤスの、Battle Without Honor or Humanity が成り出していました。2、ワンサポナタイ n a ハリウッドについて、クエンティン・タランティーノ監督の9作目の映画は、LA という街とハリウッドという映画産業に当てられたラブレターと言えます。 1969年のハリウッドを舞台に、落ち目の俳優リック・ダルトンと彼の長年のスタントマンのクリフ・ブースの日常を描いた人間ドラマです。その背後には、新進女優シャロン・テートの殺人事件という史実が関係してきます。3. クエンテン・タランティーノについて。プロフィール。クエンテン・タランティーノはアメリカの映画監督、脚本家、俳優です。 幼い頃から映画業界に憧れ、15歳頃に高校を中退し、ローカルの劇団に入団し、演技を学びました。80年代には LA のマンハッタンビーチの近くにあるビデオショップの店員として働きます。その頃、ハリウッドのパーティーで映画プロデューサーに出会い、脚本を書くように勧められます。1992年のレザボア・ドッグズで脚本家、映画監督としてデビューし、 カルト的ヒットとなります。2作目のパルプフィクションでカンヌ国際映画祭の最優秀作品賞であるパルムドールを受賞し、世界的に注目されるようになります。タランティーノ監督は映画作りは10本でやめると宣言しています。レザボアドッグズ。タランティーノが監督、脚本、俳優の三役を務める長編映画デビュー作です。 強盗映画でありながら、強盗そのものを描かず、その前後の出来事を描くという斬新な切り口が話題となり、カルト的ヒットとなりました。英国の映画誌エンパイアは本作を史上最も偉大なインディペンデント映画と称しています。パルプフィクション。タランティーノの最高傑作とされる本作は、LA を舞台にした犯罪映画です。パルプフィクションとは、 20世紀半ばに流行った大衆向け犯罪小説のことです。モノローグや変哲もないような会話のシーンと突如起こるバイオレンスのシーンの対比はタランティーノ監督の特徴的な作風です。本作はカンヌ国際映画祭の最優秀作品賞であるパルムドールなど数々の賞を受賞しました。キルビル。 タランティーノ監督による日本の B 級映画に対する偏愛に溢れている復讐映画です。前半のクライマックスとなる決闘シーンの舞台は、ブッシュ全米大統領と小泉純一郎元首相の会食が開かれたことでも知られる西麻布の居酒屋ゴンパチがモデルとなったことや、ギタリストのホテイトモヤスの楽曲、Battle Without Honor Humanity がメインテーマとして使われたことが日本でも話題となりました。 本作は当初は1本の映画として公開される予定でしたが、ボリューム1とボリューム2の2本として公開されました。とはいえ、最新作の Once Upon a Time in h o l l y w o o d が9本目と位置づけられているため、監督本人としては1本の映画としてカウントしているようです。Inglorious b a s t r d s タランティーノ流の歴史改変者である本作は、 第二次世界大戦中のドイツ国防軍占領下のフランスを舞台とした戦争映画です。ユダヤ系アメリカ人からなる秘密部隊の戦いとナチス親衛隊大佐に家族を皆殺しにされたユダヤ系フランス人の女性の復讐劇が描かれています。ドイツのプロパガンダ映画が披露されている劇場が大炎上するクライマックスは映画史に残る名場面と言えます。 本作はアカデミー賞で8部門でノミネートされました。4. タランティーノ監督の映画に対するこだわり。今回はインタビューに先駆けて公式記者会見にも参加させていただきました。その中で質疑応答の部分で特に印象的だったのが、あなたにとってハリウッドとはどういう意味がありますかという質問に対して、 タランティーノ監督が高校に20年、30年通うような感覚かな、と答えたことでした。それは大成功と、まあまあの成功、まあまあの失敗、大失敗が隣り合わせである環境という意味だそうです。多くのメンツは同じままでありながら、時間が経つにつれ、それぞれの立場が入れ替わり、ある時期は毎日遊ぶような中、ある時期は仲悪くなったわけではないけれども、 距離ができてしまうような環境なのだということです。監督はそんなハリウッドという映画業界と街を高校生活に例えました。記者会見でもう一つ印象に残った言葉は、プロデューサーのシャノン・マッキントッシさんが語ったタランティーノ監督の制作現場の魅力でした。撮影の合間に監督は周りのキャスト、出演者やクルー、制作スタッフたちに自分のお気に入りの映画をお勧めしたり、 映画史について語るなど、熱い映画の講義を行うということでした。現場には家族のような絆が生まれ、タランティーノ監督が新しい作品の準備段階に入ったという噂が広まると、他の仕事を断ってまでタランティーノ監督とまた仕事をしたいスタッフから、制作はいつ頃から始まりそうという連絡が来るとマッキントシさんが明かしてくれました。タランティーノ監督との1対1のインタビューでは、 新作におけるこだわりのみならず、映画制作へのこだわりについてもいろいろ話してくれました。デジタルが主流になった時代においてなぜフィルムにこだわるのかと聞くと、僕にとって映画はフィルムに限る。だからフィルムと言うんだと答えてくれました。英語では映画作品のことをムービーあるいはフィルムと呼びます。タランティーノ監督は CG ではなく小道具や実物のセットを使用したり、 照明へのこだわりでも知られていますが、そういった要素の魅力を最大限に引き出すという意味でも、フィルムが最適だと話していました。そして、付け加えるように、単純に見た目もフィルムの方がいいと思うしね。また、映画監督として大事にしているアドバイスについて尋ねると、近年の制作現場では、監督は別室などでモニター越しに現場を仕切るようになっていることを嘆いていました。 タランティーノ監督は、その別室のことを、Chair Town、椅子の街、や、Video Village、ビデオの村、と皮肉を込めて名付けており、そういう状況においては、あなたではなく、モニターが監督になっているから、と説明してくれました。映画監督はカメラの真横にいて、カメラと同じ視点を持つべきだと言いました。そうすることによって、俳優たちもカメラに向けて、いや、 遠いどこかのリビングルームの目に見えないオーディエンスに向けてではなく、監督自身をオーディエンスに緊張感を持って演じるようになると話してくれました。タランティーノ監督は身振り手振りを混ぜてダイナミックに語る仕草が有名ですが、今回のインタビューでもテレビカメラの方を指さした時、僕は一瞬ドキッとしました。まるでタランティーノ監督の映画論についての個人レッスンを受けている気分になったのです。 Cinema a シネマ・イン・ティアラ21映画「Once Upon a Time in h o l l y w o o d の監督、クエンティン・タランティーノへのインタビューを振り返って。<music>